ここさしばらくでした。おめでといつあったかな。僕はちょっと困るんですけど、あのほらずっと前の線に会いましたよね。そうだったか。あ、均等運に乗せたことあったな。僕も均等運ではないんですけども、うん、均等艇っていう宇宙飛べるの持ってんですけど、本物の均等運に乗せてもらいました。よかったな、あの時はな。どうもありがとう。太ったな。軽くなってるな。丸いんです。丸いのか。ちょっと僕、ドラちゃん、そんなこと言ったらドラちゃんがかわいそうなの。言い出したのはあいつだから。あいつがそういうふうに先に言ったから。僕は本当は喧嘩は好きじゃないけど、あんな言い方されたら。でも悟空だって悪気はないのよ。あるよ。ほら見えそう。今のは悪いことなんか、今の言葉は。僕は何にも考えないでものをしまうの。珍しい人。